Thank you.
プロビゼーションね。サウンドオブハピネス。
でもしいか。そうね。はい、どうも金子拓司です、深夜ライブ今日も、通常通り行っております、よろしくお願いします。ちょっと今日なんか寒いですね、北の方でなんか、雪雲が発生しているとか、寒波が発生しているってね、なんか明日明後日あたり雪が降るということで、今日からもちょっと寒いですね。震えながらやってるんですけどね、まあ手がかじかまないようにね、ちょっとこうやって照明で温めつつやってるんですけどね、まあこんな感じで寒い中皆さんも、風邪をひかないようにね、よろしくお願いしますね。はい、それではね、今日は、Life is Adventure、 この間もやったような気がするんですけど、 Life is Adventure、 これはシンフォニックな冒険をイメージした、ね、僕にしては珍しくそんな感じの曲ですね。あと、まあ、冒険をしてアフリカに行ったらなんかパンサーに会っちゃったと無理やりですけどね、今考えたんです。はい、まあそんな感じでよろしくお願いします。いつも通りです。
私は遠くからやってきた個体生命体アンドラタイプ N47。 ここに住むようになってかなりの年月が過ぎたが、いまだにこの星のことがよくわからない。あの人間という生き物は一体どこから来たのだろう。どうしてここに住んでいるのだろう。しばらく人間のふりをして観察してみようと思う。地球上の生き物で最も知能指数が高いというあの人間という生き物は、家族という小集団で生活し、親密であり、また排他的でもある。心という不確定な波動によりコントロールされ、行動は不安定で不規則である。全く理解できない生き物である。
ある日、一人の人間が機能不全になった。仲間がやってきて、そしてまたその仲間がやってくる。多くの人間が機能回復のために動いている。他の種には見られない行動だ。どうやらこれが人間の本性らしい。私たちには到底理解できない。人間一人にできることは少ない。だから助け合うんだろう。人間とは、この問いに答えるには一人の人間だけのデータでは足りない。なぜならば、全ての人間が全ての人間の一部だからだ。この星の人間は全部で一人なのだ。私は遠くからやってきた個体生命体アンドラ、タイプ N47。 報告終わり。
まには自分に問いかけてみよう。なぜ自分はこの世に生まれてきたのだろう。なぜ今ここにいるのだろうと。考えれば考えるほど虚しくなる。だってそれがこの問いの答えなのだから。
巨大な時間のストリームの中で渦巻いている私たちの命はどこに行き着くのだろう。果てしない時の終着点の海なのだろうか。今という瞬間の連続がやがて大きな波となって時の海へと流れてゆくのだろうか。はい、ありがとうございます。続けて お聞きいただきました。ちょっと今、ウィングズっていう曲やったんですけども、ちょっとハーハー言ってますね。この場所でやるのは間違いだったかもしれない。もっと後でやればよかったね。はい、そんなことはどうでもよくて。心音ですね。さっきその果てしない時の中で、ね、止まることなくネバーストップなんて言ってましたけどね。ま僕自身そういう気持ちでいつも生きてるんですけどね、たまになんか止まりたくなるとかね、そういうことあんまりないように、続けて生きたいですね。こういう、まあ、深夜ライブもそうですけどもね、なんかその人間の差がって言いますかね、それは時間の中でどんどん変わっていく、そういう運命って言いますかね、そういう風なんでしょうね。ですからその止まることはないんじゃないか、止まってはいけないんじゃないか、そんな風に思っています、ね。心の動きもね、止まらずに、心音という形でこうやって表現しておりますけれどもね、生きているとやっぱりそのストレスが溜まってきたりとかね、嫌なことがあったりとか、そういうことを思っているとなんかこう止まりたくなるというね、ネバーストップって言いながら止まりたくなるなことがあるかもしれない。そういう時にどうしたらいいかっていうと、やっぱり自分を見つめ直す、自分は本当に何をやりたいのか、あ、これが私なんだと、これが俺なんだとね、そういうものをなんか一つ持ってるとね、そこにふっと戻っていけばいいわけです。そしたらもうそれからもうリフレッシュして、あ、やっぱこれだなって、ね、俺はこれだなってね、思える瞬間があるかもしれないですね。ということで、僕 の音楽というね、自分で作ってこうやって演奏しているこの瞬間が本当に自分である、そういう表現をすることが自分である、そういうね、原点といいますか、そういったものを音で表現しています。はい、メディテーションの時間、ちょっと長いですけど、僕と一緒に、その心の中をもう一回覗いてみてください。はい、よろしくお願いします。
深夜ライブってどこでやってんだ。確かここだと思ったけど。誰もいないけどな。誰もいないね。帰るか。みんなが平和で笑顔に満ちている、そんな世界を想像する。争いや憎しみのない世界が果たしてこの世にあるのだろうか。いや、それは僕たちが作り出すべきものなのではないだろうか。できるのかどうか、それはわからないが。できるのかどうかそれはわからない。なこと言うなよって感じですね。これ僕は作ったんですけどね、自分でツッコミを入れるということね、変なやつですよ。でもまあまあ言えてる話じゃないかなと、思っておりますが、いかがでしょうかね。正論といえば正論なんだけど、その実際にそうなのかと言うとちょっとその難しい面もある。だけど理想としてね、なんかあっていいんじゃないかというふうに思ってますね。はい、ではまあプレイフォージャパンですけどね、いつも通りこれは日本のためにおこがましくもね、日本が作ってくれって言ったわけじゃない、ね、日本が曲作ってくださいよって来たわけじゃないですね。ただ僕が作っているだけです。そういう日本風の日本人として、作れる曲、日本人らしい曲ね、そういうのを集めております。あ、ちょっとごめんなさいね、ここでしか見る時間がないんで。あ、はい、はいはい、ありがとうございます。今日はあれですね、皆さんお休みになってますね。はい。これはない。ない。そうですか。はいはい、ありがとうございます。それでは、まあ、引き続きやらせていただきます。わさび。祈りの果てに見える空。あたりですね。やりますのでよろしくお願いします。ちょっと先日初詣でね、ちょっと行ったんですけどね、伊勢の方ですね。本当なんか神聖な感じですよね、あそこ。毎回何回行ってもそのなんていうかな、襟を立たすっていうかな、ちょっとなんか心が現れるっていうとなんかちょっとあれですけどね、本当に現れてるのか、ね、現れるような気持ちになりますね、ああいうところは。そんな風な、ちょっとイメージも込めて演奏したいと思います。ではよろしくお願いしますね。Thank you.
Thank you.
とまたループを一つ作っていきました。ワンツー。この間ですね、サチュレーションっていうか、まあ、話をしてたんですね、今日はこれリレーをちょっと、最近これをいじるのが楽しくなってきました。これダブっていうらしいんですけどね、最近知ったんですよ、実は。皆さんご存知だというのに僕は知らなくて、この不規則なリレーっていうのは、これ3連とかですね、普天八部とかこういうリレーのやつらしいですけれど、合ってますかね、こうやってやってやるのがいいらしいですね。でこれはね、パンが触れているんですよね。これないとこで、そのパンとディレイと一緒になっているっていうことらしいですね。もうこういうこういうこういうになってますね。なんか気持ち悪いでしょ。あんまり良くないか。ないとこですね。この音だけ3連なんですよね。こういうのは面白いなっていうね、あるんですね。で今ドラムが聞こえてきたんですけど、でこれはいつもやってるやつですね。これは毎回これは登場しているやつなんですけど、でフィルターと、サチュレーションっていうか、あとディストーションっていうのは、こういうのを、エアウィンドウズで、あれ最近よく使ってるんですけど、このこういう感じですね。ある周波数のみが何か強調されるというような、こういうのをちょっと加えてフィルターもかけてやると、よりはっきりした音になるんじゃないかと最近こういうのを考えております。 EQ 使うよりこういう風なんですかね。みんなこれないとこ風ですよね。でセンターがはっきりするというか、ね、真ん中ね、真ん中の成分がなんとなくこうはっきりするのかな、輪郭というかな。スプレートはあんまりしない方がいいのかな。これで真ん中になるのかな。あ、終わっちゃった。なんかこうやってやると、あのはっきりと聞こえますよね。
なことを最近考えております。あともう一個あったんですけどね、どれやったかな、これやったかな、これやったか、ちょっとこれじゃなくて、ちょっとこれどれだかな、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツーの方に入ってたっけな、ワン、ツー、この声にもね、ワン、ツー使えるんですよね、当たり前ですけどね、あれ、ワン、ツー、この声がワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、はっきりするでしょ、ワン、ツー、このある周波数、これどこら辺だろうね、こういうのをなんか、使えるんじゃないかなと思っております。ないとこういう風ですよね、でやるとこういう風で、こういうサチュレーションは面白いなと最近思っております。はい、はい、どうも。はい、これは高須雪まつりのレーザーショーですね。もうおなじみだと思います、この動画も。前回もこれ流しましたかね。これはね、まあオーバーレコードの総力を結集して作り上げたイベントですね。
これは高須のみでと言ってもいいくらいですね、やっておりました。高須の名物とまではいかないか、恒例行事でしたね。これ調べたら2016年でした。この間何年かちょっと覚えてないって言ったんですけど、2016年大変雪がたくさん降った年ですね。これリハーサル中なんで晴れてますけどね、晴れてるわけじゃないかな、細かいのがいっぱい降ってるんですけど、本番はもうドカ雪でしたね。本当にもうこれは本当スタッフが大変でした。この仕込みは夜やるんですよね、リハーサルをやって、それから直しがありますからね。リハーサルで終わりじゃないですからね、リハーサルやって直すんですよ。ここのパーンっていうとこをちょっと変えてくれとか、ディレクターがおりましてね、そこを治るまで寝れないとかね。山ですからね、ここはね、標高何百メートルか知らないですけど、ちょっととんでもない寒いとこですよね、はい、よくみんな頑張ってやっておりましたね。はい、これ2曲目なんですけどね、2曲目というか、真ん中の曲というか最後の曲をこれからやろうかと思います。よろしくお願いします。
明日の朝には何か変わっているのかもしれない、変わっていないのかもしれない、いずれにせよ新しい何かを目指していくしかないのだ。自分がやらなければ何も変わらない。 Never stop。
はい、どうもありがとうございました。明日への前奏曲で、今日の深夜ライブは終了といたします。どうもありがとうございました。はい、ちょっと、外の様子を見てみたいんですが、今日は本当に皆さん静かですね。はいはい、ありがとうございます。どなたもご覧になっていないという感じですね。まあ毎度のことですので、よろしいかと思います。はい、ちょっとね寒くなってきましたね。だんだん温まってくるかなと思ってですね、なんかどんどん寒くなってきて、困りましたね。明日雪降るんじゃないですかね。まあそんなことを言っていてもですね、春はまだ遠いな、ね、なかなか来ないですね。なんかあれですね、また感染が広がっている。だからそのちょっとランクがその落とすと言いながら感染はまだ続いているという、これはちょっとよくわからないですけどね。皆さんも気をつけてくださいね。僕もこれどうしていいのかよくわからなくなってきましたね。マスクをするのかしないのかとかね、そうみんなに合わせるしかないですけどね。これからどうやって生活していけばいいのかちょっとね大変ですけども、まあ、頑張っていきましょう。まあ毎週こんな風にやってますので、気楽に、大変ですけども気楽にやっております。またよろしかったらご覧くださいね。なんかの役に立てるかもしれない。まあちょっといいのがあるかもしれないですね。うん、はい、それではまた次回よろしくお願いします。Yeah.